浜田市立図書館は、島根県浜田市が設置する図書館。中央図書館、近城図書館、朝日図書館の図書館3館と、八坂図書室、三住図書室の図書室2室の5施設を総称して、浜田市立図書館と称する。また、移動図書館、ラブブック5でも利用できる。資料を借りるのには、図書館カードを作る必要がある。浜田市立中央図書館は、 島根県浜田市黒川町にある公立図書館。愛称はラブックはまだ。浜田市と野町にあった浜田市立図書館は1969年に建造された。蔵書は約15万冊あるが、延べ床面積は686平方メートルと、県内の市立図書館の中で2番目に小さかった。加えて、駐車場が5台分しかなく、バリアフリー化も、 不十分なため、市民から使い勝手の悪さが指摘されてきた。このため、2009年11月に新図書館の建設が決定、2011年2月には浜田市図書館建設基本計画が策定され、2012年3月には黒川町の浜田医療センター跡地に浜田市立中央図書館の建築主体工事が開始された。2013年2月1日に、 浜田市立図書館が閉館し、8月10日に浜田市立中央図書館が開館した。図書館には、ラブックはまだ、という愛称が付けられている。愛称は、全国公募によって決定された。浜田市が2007年から運営している、英語のラブとブックをかけて名付けた、移動図書館、ラブック号にちなんでいる。建物は、鉄筋2階建てで、屋根には、 岩見地方の名産である石州瓦が使われている。設計は大建設計。志向は伊原組、佐々木組、中山工務店 JV が手掛けた。平成25年度島根建築、住宅コンクール建築物部門優秀賞、第21回島根系、鑑賞公共建築部門優秀賞を受賞している。蔵書は当初17万冊で、 最大30万冊まで収納できる。ありがとうございます。